面と続く NWA 世界ヘビー級の歴史を塗り替えることができるか。チャレンジャーアブドラザブッチャー。そして反対側のコーナーです。第56代 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンハリー・レースがこれから入場してまいります。来日期間ギリギリのところで宿敵ジャイアント馬場を破りまして、よたび NWA 世界ヘビー級の王座に返り咲きました。第56代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリー・レース、これを待ち受けるチャレンジャーのアブドラザ・ブッチャーの表情。さあやってまいりました。全く強い男です。そして運のいい男です。あのジャイアント馬場のフライングボディアタックがハリー・レースのボディに命中しておりましたら、今夜のこのハリー・レースの姿はなかったわけであります。第56代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリー・レース、今夜初防衛戦を迎えました。嫌な相手です、嫌な相手です。3年越しの因縁があります。さあここで両選手が登場してまいりまして、タイトルマッチ宣言、その他セレモニーが行われますが、果たしてセレモニーが行われるかどうか。まずは日本テレビからの花束贈呈、この両選手を裁きます NWA のオフィシャルレフェリージョー・樋口に花束が、そしてチャレンジャーのアブドラザ・ブッチャーに、そしてチャンピオンに返り咲きましたハリー・レースに花束が今贈られました。これよりタイトルマッチ宣言でございます。この秋日本では第5弾として行われます NWA の世界ヘビー級の選手権試合です。タイトルマッチ宣言が今皆さんの前に披露されました。セミファイナルが、いやセレモニーが、あるいは壊されるのではないかという危険があったんですけれども、静かに聞いております。そして今早くもボディチェックが始まりました。その前に、おっと今これからチャンピオンベルトの変換があるんですけれども、まだチャンピオンはベルトをしたままですね。山田さん、そうですね。さあまだゴングは鳴っておりません。この試合も NWA のタイトルルールによりまして60分の一本勝負、反則勝ちでもタイトル移動がありますが、早くも額に過去この秋4回のタイトルマッチで額をギザギザに切られましたハリー・レースですが、早くも出血、ヘッドバット、チャレンジャーヘッドバット行きました。これは驚いた、噛みついてますね。ちょっとチャンピオンに返り咲きました。ハリー・レースの足元が震えています。まだチャンピオンベルトを巻いたまま、まだゴングは鳴っていない。さあ毒針戦法、これはかろうじて避けました。今チャンピオンベルトをジョー・樋口レフリーに渡すか、いや渡しません。チャンピオンベルトで思い切って横っ面を叩きました。今その世界の一番価値あるチャンピオンベルトが本部席に渡されまして、60分の一本勝負、ゴングは鳴りました。反則勝ちでもタイトルは移動します。場外は10カウントであります。さあハリーレースへの連呼ですね、山田さんね。そうですね、大変な雰囲気に包まれましたこの NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ。さあ狂気シューズで敗れた額を蹴りに行きました。そして拳打ち、まだ狂気は手にしていない模様だ。ヘッドバットを正面からものすごい勢いで、今度はアブドラザ・ブッチャー返り血を浴びていますが、早くも地獄突きに行きました。先手を取りましたね、山田さんね。そうですね、完全に今のはね、ブッチャーのペースですね。ブッチャーのペースですね、はい。まあ私はね、はい、この試合でブッチャーがね、どういう戦法を使うか、はい、いろんな角度から推移してみたんです。早くもまたしても噛みつきですね。分かんなかったですかね。分かんなかったですね。このハリーレースは視力を尽くしまして、先週お送りしましたように馬場からタイトルをもぎ取ったままのまた最大の危機に直面いたしました。そして2人の対決はもうファンならご存知のように昭和51年の5月の13日川崎の対決以来、実に3年半ぶりの対決であります。それ以前にまず50年のオープン選手権岐阜大会でハリー・レースは左肩を脱臼させられてしまいました。さらに故力道山13回忌追善試合では背広ワイシャツをズタズタにされました。そして51年の5月の1日日大講堂ではストリートマッチに発展、それがエスカレートしたのが川崎の没収試合と数々の因縁があります。2人の間には数々の因縁があります。今日この因縁にケリをつけたいのは、山田さん、どちらかと言いますと世界チャンピオンのハリー・レースの方なんですがね。そうですそうです、やはりね、過去散々にね、恥をかかされてるだけに、今日は何としてもね、綺麗に守ってですね、因縁に蹴りをつけたいところですね。そうですね、因縁に蹴りをつけて綺麗にアメリカに帰りたいところでありましょう。ハリー・レースです。レースの傷ですけども、左の額が5センチほどパックリと開いています。それからブッチャーの額の傷はですね、自分の出血じゃありません、あれは返しです。まだブッチャーは出血していません。リングサイドの松永アナウンサーから次々とレポートが入ります。さあ取っ組み合いになりました NWA の世界ヘビー級の
タイトルマッチ、チャレンジャーはアブラル・ブッチャー。今半目の体勢、やっとペースを取り戻すことができるか。世界チャンピオン初防衛戦を迎えました。さあ今パンチで返します。ギザギザの額に拳を当てました。ハリー・レースです。さあハリー・レースがガゼンと攻めていきますけれども、ちょっと前半メタメタに攻められましたので、今のこのパンチを打ちましてもそれほど効いた様子がありません。さあ今度はブレーンバスター持ち上げるか。アブダラド・ブッチャーの140キロ持ち上げた。ブレーンバスター完工、2回目で綺麗に鮮やかに決まりました。綺麗に決まりましたね山田さん。そうですね、ちょっと角度低かったですがね、はい、とにかく決まってます。そして2位スタンプ、これはジャイアント馬場にも仕掛けた、いわゆるハリーレースの殺人コースでありますが、果たしてこのアブダラド・ブッチャーに効くでありましょうか。カウント1で跳ね返しました。しかし今までのところね、ブッチャー非常に慎重な攻めですね。なるほど。さあ空手殺法の極意、大喜びの超満員の後楽園ホールのお客様、アブダラド・ブッチャーへの声援であります。さあ距離を取った、タイミングを取って、毒アリ戦法喉元に炸裂だ。どうだ。黒人レスラーが世界を制するのはもちろん初めてでありますが、そういう大ハプニングがこの日本のリング上で起こるか否や。今度は回し蹴りに行きました。そしてヘッドバットです。隙を全然与えませんね。果敢に攻めてますね。全くね、はい、間をかじりに攻めてますね。いい攻撃ですね。今のところチャレンジャーのアブダラド・ボッチャー有利。地獄突き、これはカウンターになっています。さあ1回転2回転して後ろから倒れました。ハリーレースであります。さあ今度は場外乱戦の様子を呈してまいりましたが、山田さん、このタイトルマッチは反則ルールでもタイトル移動するんですね。そうですね。ということになりますと、史上最悪の反則をアブドラド・ブッチャー断然有利ですね。そうですね、これでね、しかしあの両者リングアウトにでもなってしまうと、はい、チャンピオンにとって有利ですからね。そうですね、そのあたりは世界チャンピオンのハリーレースは十分に頭の中に入れているということでしょう。相手はなんといってもダーティーなアブドラド・ブッチャーがチャレンジャーでありますが、さあ場外での試合が長くなっております。引きずり込みました。本部席に引きずり込みました。両者が揉み合っています。両者が揉み合っています。アブドラド・ブッチャーの血はまだ返り血、そしてハリーレースの額はまたしても切られました。この脇第5弾として行われております NWA の世界タイトルマッチ、過去4回とも額を切っています。さあ椅子を間にして2人でものすごい打ち合い、椅子を間にして2人でのものすごい打ち合いであります。ゴツンゴツンという鈍い音が聞こえます。リングサイドのお客様、今日は超満員ですので、そのお客様の中でどん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 割って入っていきます。さあ大変な一戦を迎えました。の方に向かっています。通路で弾道をやっています。通路での椅子の鉄の部分を使ってレースの攻撃、はい、ブッチャーの額もギザギザの額から出血です。あーっとものすごい音。松永アナウンサーのリポートが続いています。激しいこの椅子を、はい、そうですね、すごい音ですね。おっとこれは椅子の前か、上樋口レフリーがカウントを取っていました。上から襲いかかる、はい、レースの前は完全に後ろになっています。続けてください。ブッチャーが両手で超攻撃を仕掛けています。完全にブッチャーが力で押しています。ブッチャーが力で押している。レースが今やっと立ち上がった。左のパンチ攻撃、ブッチャーの左の額を捕まえた。しかしブッチャーが今度は客席に上がっていきます。客席に上がっていく。山さん、だんだんとあの川崎での対決、岐阜での対決の様子を呈してまいりましたね。そうですね、あの岐阜での対決の時にはもう2階席まで大乱闘でしたからね。客席でブッチャーが続き攻撃、森山ですね。今のあのオフィシャルな本部席の後ろの方です。両者リングアウト、引き分けということですね。そうですね、ひとまず皆さんには森山レースはやっとの前で立っているようですね。ブッチャーが続き、ブッチャーのものすごい続きが決まっています。満員のお客さんがもう完全に倒れかかっています。ブッチャーが今本部席のちょうど後ろにやってきた。またしてもこのひな壇のところで2人がやり合っています。すごい場外乱戦になりました。今日は予想としても山田さん、リングの7メートル地方のリングの中だけではない争いと思っていたんですけれども、そういう対決になってしまいました ね、 あのね、はい、やはりブッチャーがねあんまりにもね慎重に、はい、しかも非常に出足よくですね、あのマイペースで戦ってしまった。おそらくねレースとしてはね、あそこで場外作戦を展開する以外に方法がなかったんじゃないか。なるほどね、そうしますと結論からまず皆さんにご紹介しますと、 NWA の世界ヘビー級のタイトルは引き分け防衛ということですね。そうですね、はい、引き分け防衛でひとまずハリーレースは初防衛に成功したことをひとまずお伝えしておきますが、何と言いましてもタイトル絡みの試合もそうなんですけれども、ブッチャーが今上肘打ちに手を出しました。
もう完全に勝負というよりはもう執念だけでやっているようです。もう客席は収拾がつきません。やっぱりねここまで来たのはもう止めないかんですね。そうですね、間に入っておりますのは上樋口レフリーです。こうなってしまうとやはりね喧嘩ですからね、過去まあ岐阜大会の時にもそうでした。本当にもう2人の間はもう流血憎しみ合っている両者でございます。アブダラドブッチャーがタイトル奪還できませんでしたのでまたしても突っかけました。激しい憤りを感じております、アブダラドブッチャー。しかしまあ今日ですね大ハプニングが起こるとすれば黒人レスラーが世界チャンピオン誕生かというような期待も一部にあったんですが ねこれはなりませんでしたね。まあしかしね、はい、ファイトの前半見る限りですね、ブッチャーが今非常にねいいファイトでしたよね。そうですね、さあ後楽園ホール超満員のお客様が右に左に蜘蛛の子を打ち出すように逃げ回ります。アブダラドブッチャーの大きな背中が見えます。黒人レスラーの世界チャンピオンの誕生はありませんでしたが、こうなりますともう因縁だけで戦います。過去4回両者はもう血みどろの戦いを演じています。3年半ぶりで対決が実現いたしました。この後楽園ホールでありますが激しい憤りであります。さあ青い鉄柱へハリーレースを打ちつけます。そしてエプロンに背中を乗せました。アブダラドブッチャーが力で防ごうとする。アブダラドブッチャーが懸命な超攻撃を見せています。しかしタイトルの行方はハリーレース初防衛引き分け防衛に成功いたしましたが、しかし思い切ってさあ歯を食いしばってアブダラドブッチャーが因縁の憎い相手だけに首を絞めました。大きな太い腕がハリーレースの首に巻きついています。やはりね、ブッチャーとしてはね本当に自分のペースで試合を進めていた、はい、あと一歩でタイトルへ手がかかった、そんな状況だっただけに悔しいんでしょうね。なるほどね、まあ、なんとしても今度はハリーレースの胸中を考えますと、よたびまあ王座に返り咲きましたんでね、なんとしてもそのままアメリカに持って帰りたいという気持ち強いですからね。そうですね、アブドラザ・ブッチャーごときに敗れてなるものかという気持ちでありましょう。まあ、過去74年間の NWA 世界タイトルの歴史のを見ましても史上2人目という大記録を打ち立てましたこのハリーレース、まあ、ルーテーズは6回返り咲きに成功してるんですけれども、それをに迫りましたからね。そうですねさあ画面がちょっと揺れてしまいました。もう大変な騒ぎになっております。さあ放送席の直前にアブダラド・ブッチャーがやってまいりました。ハリーレースの行方を探しているようですが、ハリーレースはリングの中だ。タイトル防衛、引き分け、タイトル防衛、初防衛に成功いたしましたが、しかし完全に傷を負っています。完全に傷を負っています。さあ世界最高峰のチャンピオンベルトが目前、アブダラド・ブッチャーがこれを睨みつける。どうしても欲しいアブダラド・ブッチャー、しかし防衛戦は初防衛引き分け。さあそのチャンピオンベルトで殴りかかる、チャンピオンベルトで殴りかかりました。ギザギザの下からまた鮮血が握ります。リングの中に再び入りました。両者すごい憎しみ劇ですね。山田さん、そうですね、しかしこのブッチャーの執念分かるような気がしますね。さあもう大変なお客様、あるいはアブダラドブッチャーのファンがもう体勢を占めているかもしれませんけれども、アブダラドブッチャーに大声援を送っております。タイトルは防衛いたしました。陸上のハリーレース、日本で初防衛に成功いたしましたハリーレースであります。それでは一つ今回の来日、このハリーレースの足跡を皆さん方にもう一回